昨日夕方十勝の中札内村の交差点で乗用車同士が出会い頭に衝突し2人が病院に搬送されました昨日午後5時前中札内村元中札内東2線の村道の交差点で乗用車同士が出会い頭に衝突しましたこの事故で西方向に走行する乗用車に乗っていた80代と50代の女性2人が病院に運ばれました 80代の女性は一時意識不明でしたが現在は意識が戻ったということです警察は一時停止の標識がある道路から交差点に進入した中札内村の農業松島修一容疑者47歳を過失運転傷害の疑いで逮捕しました警察が事故の詳しい原因を調べています